はい、柿谷選手大好きカッキーです。引き続きね、今度はガチャ引き動画の方を、ご紹介させていただきます。まずはユベントスと、まずこの中だったら引きたいのは、まあ持ってるけど、今回過去一であるだろう、モラタ。まあモラタが1番かな。で、その次が、マクケニー2番目。で、3番目がベンタンクールかな。この3人。で、レベル育てるの大変だけど、まあ、クルセフスキーもいいかな。まあ、あと、能力的にはアルトゥールも全然あり。テストに持ってるけど、ボヌッチも今回高いんだよね。なので、ハズレとしては、クアドラード。でも、ボヌッチもいらないかな。まあ、とりあえず一番欲しいのもらった。その次、マクケニー。その次が、ベンタンクール。この3人。この3人はまず引きたい。それ以外は、って感じ。じゃあ、まず、こっから引かせていただきます。モラタもね、一応持ってはいるんですけれども、まあ今回過去一なんでね、やっぱりどうしても引いておきたい。お願いします。さてさて、あれ、左足って誰だったっけ。クルセフスキーとかかな。誰だ誰だ。やっぱりクルセフスキーね。正直前回もね、前持ってるけど、レベルがね、ちょっと上すぎて育てきれませんでした。でも今回このクルセフスキーも多分過去1ぐらいなんで、まあ気長にシム戦とかで育てていこうかなと思います。まあそんなに悪くはない。次で、正直これフラグ立てるようで嫌なんですけど、ボヌッチとクアドラードをね、毎回のように引いてる。というか、まあ頻度も高いから当然なんだけど、来る。でも毎回の引いてるから、この2人はいらない。個人的にはね、まだ1回も来てない。マクケニーも捨てがたいか。あれ？これもらったじゃない？来たー！いきなりユベントスで神引きです。ありがとうございます。これでしばらくね、またモラタが使える。 モラタもね、この間引いた前のモラタが初めてだったのかな。出番ね、短かったな。新しいモラタに乗り換えだ。育てるの大変だけど、こういうね、育てる苦労っていうのはあり。あと、マフケに来たらもう言うことなしだな。むしろ今週のガチャこれで全体的に OK って感じ。あれ？もらった？もしかして。まあ、育てるのね、大変だから全然、それを考えたらあり。こういうかぶりはあり。いいでしょう。ユベントスガチャは非常に良かったです。次、マンチェスター。マンチェスターっていうか、ユナイテッドね。カバーニも正直持ってて、そんな大幅アップしないからあんまいらない。ワンビサカは本当に一番最初の FP しか持ってないから、能力的なこと考えるとこっちが上なんで、ちょっと欲しい。あとフレッチ。あとさっきこれ多分紹介してなかったけど、リンデルフ当たりだと思うんですよね。リンデルフが187あって、で、スピシュンも結構ある。ボディコン低いのはね、残念ですけど、その分、まあでもディフェンス値は高い。パス系も思ったより悪くない。ちょっとここ欲しい。一番欲しいのは、でも、どうしようかな、今回だったら。リンデルフ。で、その次が、ワンビサカ、フレッチの順かな。それ以外は正直いいかな。まあ、テリスも悪くないんだけど、今回はいいかな。まあ、カバーにもいいかな。じゃあ、こちら引かせていただきます。お願いします。さあ、リンデルフ。まあ、今回のね、4つのガチャの中では、万有が一番ちょっと渋い気がするんですけれども、それでもちょっと、引いてはおきたい。誰だ？ガタイ良さげだぞ。あら？リンデルフ？もしかして。あ、違う、マグワイヤか。まあ、マグワイヤ引くの多分ね、初めてなんですけど、ちょっとスピシュンがきつすぎるかな。ちょっとない。だったらファンダイクとかの方がいい。同じような感じになる。フィジカルモンスターではあるんですけどね。さあ、ここでね、まあディフェンダー続きで、まあリンデルフ、ワンビサカ引きたいな。さあ、誰でしょ
あれ一瞬番号見たけど、あれ誰だ、21って誰だっけ。うわぁ、ジェームス、ダニエル・ジェームスね。うん、もうちょっと能力上がってこないときついかな。何気にこの選手も結構な頻度で引く、そして割と育てきっちゃうはい、じゃあお願いします。かぶりとかなしで。あー、リンデルフ、ワンビサカ、フレッチ、いやー誰か来ても3人のうち1人ぐらい来てもおかしくないと思うんですけどね。まあ、ユベントスガチャはちょっとね神ガチャだったからあれなんですけど、あれ左利きで、あ、これもしかして、あ、そっか、そっちだよなテリスカ悪くはないけど、今シーズンねルークショーがなぜかね奮起しちゃって即戦力できたはずがねベンチに回っちゃってるんでかわいそうですけど、でも数値的には確か悪くないんだよね。フィジカルコンタクト、ボディコンはそこまで、まあサイドバックと選手として見ればまあまあ、スピシンは当然高いで、この辺ディフェンスセンス微妙なんだよな、よろしくない。うーん、まあまあまあ気が向いたら育てます。あー、万有はねちょっと外れ、でもここでね逆に運気を養ったって考えれば悪くない。まあ一番の4つの中じゃね渋ガチャだったね。でここで欲しいのはもうルベンディアス、もう持ってるけど一番強いんでルベンディアス、過去一のルベンディアスなんで、で次ジェズ、次、いや一番欲しいのはロドリだな、一回も当てたことないから、ロドリ、ルベンディアス、ジェズス、この順番で、その次に、うーん、トーレスかマフレーズあたりかな。マフレーズはまだ一回も引いてないからね。うん、とりあえずはでもロドリをいい加減捨てたい。最近アンカーね結構なんだろう、カゼミーロとか手に入ったりとかね、いい流れが来てるんで、なんか引けそうな気はするんですけどね。うん、ロードリーを引きたい、初ロードリー。さあお願いします。運気は養った。右足、番号なんだったろう、27番、誰だっけ、ルベンディアスかな。あー、カンセロ、カンセロはね正直サイドバックって感じじゃないんですよ、サイドハーフなんですよね能力的には。なかなかね、まあ、現実世界でも守備力の方が指摘されちゃってるっていうか、まあその分ね攻撃参加っていうか攻撃でのこういうなんだろう貢献度が半端じゃないんですけど、ちょっとゲームだとうまく使いこなせないかなサイドバックでは。あー頼む、いやーロドリ、ルーベンディアス、ジェズスでもいいよ。あれ、これはもしかするとジェズスだったりしない、違う、16番で誰だっけ。あれ、来た来た、ロドリ、初ロドリ。やっぱアンカー今なんか引き当てる変な流れ持ってるな。初ロドリいただきました。うん、もう十分これだけで神ガチャです今回で。これであと、まあロドリもレベル高いからもう一回ロドリでもいいし、でも欲を言うならまだ使ったことのないジェズスかな。ルーベンディアスもいいけど、せっかくならジェズスをちょっと使ってみたい。さあ誰だ誰だ、んこのおひげさんは誰だ、マフレズか、あ違う、ユングは、うーん、前もまあまあ現実世界では好調ですしね。うん、何気にねちょっと能力そんな尖ってはいないんですけど、現実世界好調なだけにちょっと使ってみたい。コープとかでもねいないんですやっぱ使ってる人なので、ちょっとね新しい風吹かせてみたいで次パリ・サンジェルマンで、ネイマール総合98、前回週間に来ましたけど CL で、今回のも確かそれいくんで欲しい。まあ、前回引けなかったねこれ欲しい。ムバッペはもう正直いらない、強いの持ってるんで。ディマリアも初期しか持ってないから欲しいっちゃ欲しいけど難しいな。あとベラッティ、キンベンペ、アブデディアロ、うん、この辺は欲しい。一番欲しいのは、うわーむずいな今回のディアロかな。その次キンベンペ
で次がネイマール、ベラッティアテリが同列って感じかな。でも正直ディマリア来ても嬉しいし、ムバッペはもう個人的にはね外れだけど贅沢だし、なのでナバスとペレイラ、まああとムバッペ、このあたりさえ引かなければ割ともうパリサンジェルマンガチャは当たり、個人的にはねさてじゃあお願いします。さあキーパーね引いてないからちょっと嫌な予感するんですけど、でもさすがに来ないと思う。うん、変なフラグ立っちゃったかな。あでも左誰だっけ、ディフェンダー、あれキンベンペかな、あ来ました、もう当たりです。神ガチャっすね今回っていうか、当たり選手多いしもう能力もアップデートされてるから非常にありがたい。今やって FP がね面白くなってきましたよね。ちょっとアイコニックばっかり目立ちすぎてたんで、やっと FP の価値が戻ってきた。まあ金ベンペ引いたんで、ディフェンダーもいいかなって気もするけど、でも来たら全然嬉しい。ネイマールでもちょっと欲しいな何気に。さあ誰だ、ベラッティかなこれ、違う、あベラッティ、うん、まあ個人的には好きな選手なんでありです。まあ、格好最強ベラッティじゃないかな一応。うん、小回り聞いてね頑張り屋さんでいいんですよ。自分も身長ね高くないんで、こういう選手そういうのだけで好きさあラスト、いやーもうネイマール引きたいな、総合値98のネイマール引きたいな。使用感ぶっちぎりで1位だと思うんで正直で。あれ噂をすればなんとやるじゃないですかこれ。10番、あらあら、あー来たあーもう何これ、今週のガチャ神ガチャすぎる希望した選手ほぼほぼ引けた。何これ、うわーなんか怖えな。いやーでもすごいいいガチャでした。うん、なんと有意義だったんだろう。だ先週も良かったですけれども、当たり率だけで言えば今週の方がさらに良かったかもしれない。ね、こんだけちょっと神ガチャっていうか、クラブセレクションいいのが続いちゃったんで、来週のね、クラブセル何来るか本当に気になるとこですけれども、もしかしたら一回落ち着くかもしれないですね。でももう21が終盤に来てるんで、これからもっと畳みかけてくるというか、なんかそろそろバルセロナとか来てもおかしくない気はしますね。ちょっと落ち着いちゃってるんで、バルサが。うん。でも間違いなく能力みんなアップデートされたね選手が FP では来ると思うんで、来週も非常に楽しみです。まあ本日はここまでですかね。こちらの方ね気に入っていただけましたら、チャンネル登録とあと高評価コメントの方よろしくお願いします。ぜひねコメントの方とかではこういう選手がね使えるようだとか、そういったご提案とかね情報を教えてくれると本当に嬉しいです。長々と本当ここまでありがとうございます。本日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。